腰痛や私生活のトラブルに悩まされてきたウッズは久々の実戦で無事に4日間を完走した。コメツアー公式サイトによると、今後の日程は未定と、いうが、興奮している、と手応えを得た様子だ。第3日を除いて60台で回り、非ツアー大会とはいえ強豪たちに引けを取らない成績を残した。全4ラウンドをプレーできるのは分かっていた。問題はそこじゃない。大事なのはどんなスコアを出せるかだった、と元世界ランキング1位。いい兆しがあった。未来は明るい、と自信をつかんだようだった。共同。